豊洲橋豊洲橋は、豊洲運河をまたぎ、東京都江東区豊洲三丁目と、道区越中島三丁目を結ぶ、駆動橋である。現在、旧橋の撤去と新橋の仮設が行われており、2009年3月には、旧橋から一部完成した新橋へ交通の振り替えが行われた。1961年3月に仮設された旧、豊洲橋は上下1車線で、 長さは108.9メートル、福音は11.2メートルと狭い上に、歩道が西側にしかなかった。この周辺では、豊洲と越中島、木場方面を結ぶ橋はこの橋しかなく、地元住民には不便となっていた。さらに隣の浅薙橋と同様に勾配がきつい。また、豊洲地区の開発により、交通量の増加も見込まれることから、 豊洲橋整備事業において、急遽の撤去と、新たな橋の仮設が行われている。橋を通行止めにして施行することができないため、まず第一期工事において、急遽の南側に、新たな橋を架け、交通を新橋に振り弁に得た。第二期工事において、急遽の撤去を行い、同時に新たな橋を架け、一期と二期の橋を合わせて、工事は完了する。完成すると、 上下3車線、橋車120.8メートル、福音36メートルとなり、幅5.1メートルの歩道が両側につく。また、道橋と接続する、時計道補助199号線、道20号線も、福音36メートルに拡幅し、交通渋滞緩和を図る。江東区、豊洲橋整備事業、ありがとうございます。